こんにちは、昨日アウェイでレオンの方ですねで試合がありまして、結果は0対3の負けです。システム541で戦って、圧倒的に引いてという形にしてやりましたけど、それでも3点取られて負けたという形になります。交代カード5枚切ったけど、そこに入らず感じで出場は0分でした。出立ちが込み上げておりますけど、正直、なぜというところが一番大きいかな。違う、相当あります。それはチームメイトに対しても、もちろん監督に対してもめちゃめちゃあります。どれだけ自分に矢印向けれるかというところが本当に試されてるなとは思います。終わった後監督自身に帰ってくるんですけど、そこでね、もう選手たちの文句しか言わないし、ベンチでも、ラスト10分に関してはもう指示というか長くて、結構なんだこれはみたいなことをただ言ってるだけで、時は過ぎてもうその時点で負けてるなと思いました。まず監督の仕事として、一つの船では船長なので、船長がそれで試合を投げ出したりとかことをした瞬間にはもう壊れるなと思いますけど、もうそんな状況です。非常に厳しいですね。選手たちがいる中でね、僕たちがいる中でそういうことを平気で言ったりとか、電話の先でそういう話をしてるのはちょっと僕的にはマネジメントとしてはどうかなとは思いますけど、ゼロから始まる練習と、自分で取り組んでるトレーニング、パーソナルでやってもらってるトレーニング、ウェイト含めて、生活のリズム含めて、しっかりと自分自身に矢印向けてやっていくことが、今後のためにも、サッカーの次のクラブに対しても成長にはつながるかなと思うので、しっかりと腐らずにやっていこうと思います。正直納得いってないし、イライラしてる部分がありますけど、一個落ち着いてやっていけたらなと思います。そんな感じで、昨日の試合の振り返りになります。そんな感じで終わりたいと思います。ではまた。